まだご飯途中なのに。すみません、なんかつい。もう。うまいです。よかった。そういえば家ではどうしてるの？階段とかお風呂とか大変そうだけど。まだちょっとよろけますけど、まあなんとか。お風呂は、もし先生が同居してたら風呂入るの手伝ってくれます？一緒に入るの？いいよ、夏雄くんが怪我しないためなら。本当？その答えだけでもマジ嬉しい。風呂ここで入ってっちゃおうかな。え？そんなことしたらバレちゃうじゃない。帰ったらすぐまた風呂入れば大丈夫。ダメですか？ねえ先生。もうしょうがないな、怪我してるからってずるいんだから。やっぱ風呂後でいいから。ダメ夏雄くん。